おはようございますす高野雲です今回はですねビル・エヴァンスについて語りたいと思うんですが先日私はですねビル・エヴァンスの未発表音源集エロクエンスというタイトルの動画をアップしたんですが、えー、その動画にですね田村正久さんからコメントを頂い,いておりますのでご紹介いたしますいつもありがとうございますまさかのアルバムを紹介されましたねエバンス好きの私は このアルバムがリリースされる際に予約して買ったくらいのアルバムで、最初に聞いた感想は、エバンスが生きていたら絶対にリリースさせなかっただろうと思う寄せ集めのアルバムの印象でした。でもそこはエバンスですから、そこそこ内容はいいのですが、やっぱり私はエディ・ゴメスがハテナなんです。エディ・ゴメスが参加してからのエバンスは明らかにタッチが強くなり、スピード感が増して、 エバンス特有の影が薄れたような薄れたようでやっぱり好きになれませんお城のエヴァンスも元気でいいのですが私は中性的で影のある一見病弱のエヴァンスが好きなんですク保さんの言う食器の音が似合うエヴァンスはあくまで私の意見ですがチャック・イスラエルまでのエヴァンスかなと思います決してチャック・イスラエルのベースが秀一とは思いませんがやや控えめで音色の良い彼のベースは「 影のあるエバンスを引き立ててたと評価しています。やっぱりビル・エヴァンスさんは人類史上最も長く時間をかけて自殺された世が世ならギネ,スギネスが認定してもおかしくないとんでもない陰気で不名誉な記録をお持ちの方なんですからそこに根が陽気なエディ・ゴメスやマーク・ジョンソンは似合わないと思うのですがあくまで私の勝手な思い込みですのでご勘弁くださいねというコメントを頂い,いております。えー 田村さんどううもありがとうございますでそれに関してですね私もジャズ初心者の頃っていうかまあジャズを聴いてしばらくの間は全く田村さんと同じような意見でございましたやっぱりあの初期のエヴァンスいいよねみたいなお城のエヴァンスはジャック・ディジョネットとエヴァンスはいいんですけどなんかエディ・ゴメスのベースが ちょっとねって思っていた時期も結構長かったですよね。でビド・エヴァンスがやっぱりスコット・ラファローに匹敵するほど素晴らしいベーシストを見つけたって晩年喜んでいたねあのマーク・ジョンソンのベースあれもあれもって言うとあれだけどマーク・ジョンソンのベースもまああんまり聞こえなかったんですねはっきり言ってね <laughs>、あのー、コンセクレーション・ザ・ラストを聞いてもちょっと音のバランスが。 あんまりベース引っ込んじゃってて、まあ、音質もそれほど良くはないので、まあ、しょうがないんですけどねあれはライブ版で録音されてたテープが発見されたっていう手で発表された音源なのでねだからレコーディングきちんとやるぞっていう感じで録音されたものじゃないと思うんですけどもねだからまあベースの音があんまり聞こえなくてもしょうがないのでだからどこがいいのかあんまりさっぱりわからなかったんですよねそういうい時代が長く続きましたでやっぱり 今でもそうなんですけど私はもうチャック・イスラエルの音色がとても大好きですごくしっとりと濡れた音なんですよだからもう音色で聴かせちゃうベーシストですよねチャック・イスラエルはねなのでやっぱりチャック・イスラエルのエヴァンスだったりとかやっぱりラファロとやってるエヴァンスでさらにあのグリーン・ドルフィン・ストリートであのフィリー・ジョー・ジョーンズとあとポール・チェンバースとやってるエヴァンスちょっと初期の硬くて ほぐれれきていないその硬さがいいいよねなんんててずっっと思っていたんですねなのであんまりあのイスラエル以降イスラエルじゃないやイスラエルから今度はゴメスに代わってからのエヴァンスっていうのは、うん、まあ確かに少しちょっとつんのめる感じでアグレッシブな感じになってきてちょっと私が思い描いていたイメージのビド・エヴァンスとはちょっと違うなと思っていたんですね。だけど 最近はちょっと考え方変わってきてですねこれももう十数年前にジャズ喫茶でやっぱりエヴァンス好きの方といろいろお話をしてですねああなるほどねと論争したわけでも全然なくてですねむしろ教えられるような形でああってそれでちょっと腑に落ちたことがあるんですよそれはエヴァンス魔女説なわけですよ <laughs> <laughs> まあ本当はどうだかエヴァンスの性癖は分かりませんけれども少なくとも音楽に関して彼が求めたのは自分を挑発してくれるプレイヤーを彼は求め続けていたっていうね説を唱えている方がいらっしゃいまして言われてみればそうだなってだってエディコゴメス11年間ぐらいエヴァンスと共演してますもんね。 もし嫌だったら、とっかえてますよ、10年も、10年以上もね、<laughs> 付き合ってませんよ。だから、適任だったわけですよね、自分を触発してくれるベースを奏でてくれるからこそ、自分も答えることができると、刺激を求めていたわけですよね。 ただ単に、こう、伴奏者はいらんぞ、みたいに思ってて。だからこそ、まあ、チャック・イスタイルは短かったですし、もし、スコット・ラファロが生きていたら、ずっと使い続けた,ったと思うんですよ。で、スコット・ラファロも、挑発型ベーシストじゃないですか。だから、自分をどんどんね、焚きつけてくれるベーシストが欲しかったんじゃないかなと思うんですよね。私は思ったんですよ。その人の話を聞いて、ああ、確かにねって。なので、まあ、我々は勝手にね、 エヴァンスに対して、なんか病的なイメージとか、スタティックなイメージとか、ちょっと神経質な銀行員みたいなイメージとか、まあ、ポートレートインジャズの <laughs> ジャケットの風貌からね、連想されるイメージを音に求めてるんですが、それはリスナー側からの勝手なあのリクエストというか妄想であり、エヴァンス本人は、 11年間も挑発的なベーシストを使い続けたでさらにあのスコット・ラファロー的なアプローチでかなり卓越したベーステクニックを持っているマーク・ジョンソンをあのスコット・ラファローと同じぐらいあるいはそれ以上最高のベーシストだってエヴァンス自身が言っていたことからもエヴァンスは少なくとも挑発型ベースを好んでいたとでエヴァンスはもう本当に引き出しのひどいベ,あのベーシストじゃないよピアニストなので。 いきなり自由に弾いてくれって言われて「はいはい」って弾ける人ではあるんですけどもやっぱり自分一人だけで弾くんときっとつまんなかったんでしょうね。刺激のある会話をしたたかったと思うんですよ。そうするとちょっと癖のあって自分のことを突っ込んでくれるどん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 こうインタビューして自分の良いところを引き出してくれるような対話型ベーシストみたいなどんどん。 質問型はベーシストみたいな、そういうベーシストを望んでいたと思うんですね。で、どんどん突っ込んでくれて、はいはい、これはこうね、これはこうね、みたいな感じで、蝶々発信のやり取りをした、したいタイプだったと思うんです。つまり、もう対話を求めていたベーシストだったと思うんですよ。で、その、あ、ベーシスト、な,なぜか今日、エヴァンさんのこと、ベーシストって言っちゃいますけど、ピアニストだったんですね。だから、でもね、ほんと、事故との対話っていうね、 アルバムを出ししているぐらいエヴァンスは対話たたかった人なんですよで対話するからには緩い対話したくなかったんでしょうねきっと実りのある対話をしたかった緊張感のある対話をしたかったであればまあ多少つんのめって言おうがフレーズの音数が多かろうがやっぱりその方が自分にとっても「君はこう来たからじゃあ俺はこうだ」みたいなね 自分でも気が付かないフレーズを弾いて潜在意識的にバーンって弾いて驚きたかったってそういう願望があったんじゃないかなと思って思うように私はなりました。でですので そういういででき始めるとですね、やっぱりねエディー・ゴメスが参加している時代のエヴァンスもなかなかそれはそれでいいなと思うんですよねだってやっぱほらスコット・ラファローが在籍していた時期ってまあほら交通事故でね彼26歳ぐらい亡くなっちゃってるわけでほんのわずか23年じゃないですかそれだけのねイメージででチャック・イスラエルが参加していたのも本当 わずかか数年じゃないですかでそれだけでエヴァンスのイメージを形作ってしまい残りのもっともっと長いキャリアのエヴァンスの活動を否定してしまうのっていうのはいかがなものかなとも思,思うようになったわけですね。まあ、それはファン目線というよりももうミュージシャン目線なんですけどつまりミュージシャンが実現したかった音求め続けていた音っていうのは我々の,あの勝手に何て言うのかなピアニストに投影する勝手な思い込みのイメージ そういういいいいのととははは実違っっててたんんじゃないかなか私は思っているんです、ね、まあ,あのリスナーはね好きな時代の好きなエヴァンスだけ聞いてればいいんですけれどもただ、まあ、それをもってしてね残りのもっともっと長いキャリアのエヴァンスに耳を塞ぐっていうかあんまりどうかなみたいに思うのはどうかなって多分エヴァンス自身はそれが発表されているレディ・ゴメスのアルバムがエヴァンスがやりたかった音楽 だと思うんですよだったらまあエヴァンスが好きだったらまあ好みはさておいてまあうんちょっとこの俺と俺が求めてるエヴァンスとは違うんだけれどもやっぱりこんなにたくさんエディ・ゴメスとアルバムを作り続けていたということは何かがあるに違いないなと思ってやっぱり聞いてみるのがまあ正しいエヴァンスファンなんじゃないかなと私は思っています。まあ、もちろんね あとは生理的に受け付ける受け付けないとかうんでもやっぱり違うなっていうふうになるのはまあ最終的なね判断結論っていうのはリスナーの各々のリスナーそれぞれだと思うんですけれどもねまあ私としてはねそれで随分変わりましたねやっぱ突破口はホワッツニューでしたねホワッツニュージェレミー・スタイグが参加している割とアグレッシブなアルバムなんですけれどもやっぱりねこの辺でああ意外と 悪くないねとんがってる攻撃的なそれでそれでだんだん分かってくるんですよエヴァンスってかなり攻撃的なピアニストであるとで実際はあとねいろいろね身長はめちゃくちゃ高くて1 8 0センチ以上あり結構ガハハハハハハとああのくだらないアメリカンジョークで笑う人間であるとつまり勝手にポートレート・イン・ジャズリバーサイド4部作での印象があまりにも強いのでそこで。 思い描いたイメージでもう全部そういう人なんだなって勝手に思い込んじゃっていて、その思い込みをあの投影してしまうみたいなね。で、それであのエヴァンスのキャリアを見てしまうとどうも違うぞっていう風な底が生じてしまうんじゃないかなと思うわけですよ。まそれってあれですよね。女性に求める女性は低縮でありどうどうや男の後ろ三歩であれなんか引いて歩きみたいな勝手に女性像、を自分がね理想とする女性像を あるいは映画すごいヒットした映画があってそこで演じている役者があまりにもかっこよかったのでそのイメージをあの強く持ち続けてしまったがためにその役者が全然違うコミカルな演技をしたりするとむしろそちらの方が本質かもしれないのにちょっと違うぞってあの映画のあの役が最高でやっぱりあいつは例えばですけれども無口で。 寡黙で,、まあ <laughs> まあ、で武骨な男を演じてこそが誰々なのにあの映画とかあれ以降の映画でもペラ,ペラ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 喋りまくっているのはもうけしからんみたいに、ね、もう勝手にもう自分で形づくったもう狭い価値基準をその役者が持っている広い器に。 をあの見れなくななくってしまうみたいなねあの自分で勝手にフィルターをかけてしまうみたいなそういうことが起きてしまうんですよね。まあそれはそれでいいと思うんですけどね,ね好きな作品それだけで見続ければそれで幸せならそれでいいと思うんですけれどもやっぱりね私みたいな感じもっともっとたくさん聴きてえぜみたいな人間は。 やっぱりなんていうのかな最初は好みじゃなくても例えばねやっぱり10年間とか11年間とか共演していてそれでクビにせずに共演し続けたら何かがあるに違いないっていうような目線でやっぱり私は聞いちゃうんですよね。それはモンクとチャーリー・ラウズの関係もそうでいまあ未だに私はあのセロニアス・モンク・カルテットでのチャーリー・ラウズのプレーはあんまり好きな <laughs>。 演奏がないんですよ時にはいい演奏もしてるんですけれどもただ文句は9年ぐらいかな、まあ、やっぱり10年ぐらいチャーリー・ラウズを使い続けていたわけじゃないですかっていうのはやっぱり文句なりの事情文句なりの理由があるに違いないと思ってそれでまあチャーリー・ラウズ時代の文句の CD もかなり音源もかなり集めて聞いてはいるんですよでそこでね見えてくることもあるし見えてこないことももちろんあるんですけれども まあ例えば文句の事情って私言いましたけれどもそれは音楽的な事情じゃなくてチャーリー・ラウズ使いやすいからみたいなそういう怠け的な理由だったのかもしれませんけれどもねまあそういうのも含めてまあ好きなミュージシャンだったらね好きなミュージシャンがやったことをまあとりあえずそのまま素直に受け入れて後の判断はまあ自分でみたいな感じかなっては思っていますよね。だから、 本当にね、リバーサイド4部作にチャック・イスラエルが参加しているアルバムってエヴァンスのキャリアの中ではとても短い時期ですしとても残した音源っていうのは少ないわけですよねむしろそれ以降の活動の方が長いわけですしキャリアはで残された音源の数は多いわけですよねでまあその中でもエヴァンスはど がね、やっぱりスタイルも少ししずつ変化ててきているわけですよでやっぱり私は本音言っちゃうとやっぱり最初期の頃のねまだバド・パウエルとかレニー・トリスターノの影響の片輪がちらりと見えるようなグリーンドルフィン・ストリートだったりとかねあとエブリバディ・ディグズビル・エヴァンスマイルス・デイビスとかのサインが。 書いてあるジャケットとか、あの時代のエヴァンスの方が正直好きなんですけれどもただそれだけで閉じこもっちゃうのもなんかすごいもったいないぞって気もして、まあ、少しずつ少しずつですけれどもエディ・ゴメス参加のエヴァンスも好きになってきて、まあ、好きになるように頑張って。 まあそこまで頑張る必要はないとは思うんですけどでもなんか悔しいんですよねだってエヴァンスの長いキャリアたくさん出してるアルバムの中の一部しか楽しめない自分はどっかおかしいと思っちゃうところもあるんですよ私はだったらなんでエヴァンスは俺はエディ・ゴメスのベースいまいちだと思っているんだけれどもでも エヴァンスはいまいちだと思わなかったからこそ11年間も使い続けたってことはやっぱりミュージシャン目線で考えるとっていうかエヴァンス本人目線で考えれば絶対良い理由があるに違いないっていうところからスタートしてそれでエヴァンスを聴き続けるとあエヴァンスってやっぱ対話型ピアニストなのね挑発を求めてるわけねちょっとあの鋭く意見を自分に投げかけてくれてそれで考えてそれに対してもっとあのいいのフレーズを 生み出して、その緊張感とかスリルで、やっぱり自分一人じゃなくて優秀な相手と議論をしながら素晴らしい音楽を形作っていきたいという願望を持っている人なんだなっていうことはだんだん気がついていくわけですよね。で、それに気がつくと、まあだんだんゴメス参加のアルバムを 意外と悪くないんじゃない <laughs> みたいに思ってくるみたいなね。そういう感じで少しずつですけれども、私はゴメス参加のエヴァンスアルバムは好きになっていきましたよね。まあ、かといってね、あの、それでもそこまでして付き合う必要あるのっていう方は別、まあ、に無理して、まあ、趣味の段階、レベルですからね。そこまでする必要はないと思うんですけれどもね。ただまあ、もったいないなぁとは思うんですよ。 なので、まあ、かといって、ね、あくまでそれは私の考え方であってあの田村さんのご意見を否定しているわけでは全然ないわけですよ。まあ多分田村さんは私よりエヴァンス歴長いと思いますしいろいろ聞かれていると思いますしねだってエロークエンス予約して買ったぐらいの人だからやっぱ私よりエヴァンスファンだと思ってますよ。だけど、まああのー、なんとなくその田村さんの 意見そのものよりも田村さんの意見の裏に全国3,400人ぐらいのビル・エヴァンスファンつまり日本のビル・エヴァンスファンの本音を垣間見たような思いもなんとなくしてしまってその日本人がもう大好きなリバーサイド4部作が大好きでそれ以降のエヴァンスはあんまり聞いていないぞっていう平均的エヴァンスファンの代表してなんか田村さんが語っているように感じたので。ゴメスもも時代も 多分いいに違いないですよっていうことをねなんとなく言いたくなっちゃったんですねまあそれは私自身も全くね一緒だったんですけれどもねでもまあジャズ喫茶で何人かとそういうお話をすることによって私自身も自分にはなかったね視点考えを得ることができたので、まあ、そこからね出発してまたちょっと視点を変えて聞くとまた世界が開けてくるのでまあ 狭い世界よりはね広い世界の方が私は好きなので、まあ、狭い世界は狭い世界なりにそういう醍醐味楽しみあるのかもしれませんけどどうも私の場合は落ち着きがなく拙僧がない人間なのでああまあ,あの5枚で満足するより50枚で満足できた方がいいなと思っちゃうタイプなのでねそれ残りの45枚が楽しめる可能性があるんだったらその可能性やそういう聞き方あの目線 で、ちょっと視点のずらし方知った方が得だよねなんて思っちゃうタイプの人なのでね <laughs>、まあ私の場合は、まあそういう感じで、エディコメスのことを好きになっていった流れがあります。まあそれでもね、 まあ人それぞれなのでね、まあ無理してエディ・ゴメスも聴けやっていうわけでは全然ありませんのでね。まあリバーサイド4部作がやっぱり大好きだって人はもう、もうそれでいいっていう人はもうそれで4枚ずっと聴き続けても全然いいと思うんですよね。それはその人のあのジャズ生活、音楽生活ですからね。まあそこに何も。 干渉する気は頭ありませんしね <laughs> あの狭いなあなんていう気持ちも全然ないんですけれどもただねもしエヴァンスは対話型ベーシスト刺激を求めていたんだとその刺激によって自分自身をもっと開発したかったんだっていうような目線でもう一度ね聞き直していただいてそれでまた聴覚が広がるのであればそれはそれであのもっともっと楽しいことなんじゃないかなと思いましてこういうお話をさせていただきました。 ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイ。